1年間長かったんですけど、なんか今回はやっぱりついてる半ちゃんとかが結構多くて、この前の最終節の1個前の半ちゃんでも、半ちゃん前の節の時にダンラスからスワンコツ持ってトップになれたりとか、あとは2件リーチに勝てることが多かったりとか、自分についてる方向に曲が動いていくことが多かったので、それが良かったなと思います。いつも通り心穏やかに決定戦を迎えたいと思います。はいとりあえず女流ジャオになりたいですね。それは目標で入ったので、またこの場に来れてとても頑張りたいなと思ってます。